どうも、ヤクモコマチです。モエニジ3、続きを始めていきましょう。前回ですね、ドイツからの、頼まれ事で、イギリスの広報閣覧をって言われたんだけど、なんかイギリスにバレてたっぽくて敵がいっぱいいるようです。ただ、数的には互角だね。で、編成なんですが、今回、レイカが強制で、残りは、ショーカー、コンゴー、アキ、雪風、カガと、まあ本来いない子たちも3人ぐらい使ってるんだけど、この辺はね、やっぱりね、縛ってみるってのもいいかもしれんね。2周目ってのをちょっと考えてみてもいいかもしれないね。いないキャラだ、いるキャラのみで戦ってみるっていう縛りっていうのも面白いかもしれない。まあ、1周目は許してくれ。レベルも低いからね、一番難易度高いのではちょっと辛いもんがある、俺も。まあでも多分最後まで行くとレベル完走までしそうなキャラも何人かいるから、感想いくつか知らないけど。というわけで、まあ、今回はね、海を重視していきます。紫ちゃんも出そうかと思ったんだけど、今回紫ちゃんはお留守番です。まあ、他の海系キャラをね、ちょっと大いに出していきたいと思います、今回は。では、海戦です。行きましょう。セイロン海戦。これ、カンコレにもあってね、確かね。空母昇華、出撃します。名前出しちゃってよかったの？あれ、なんか知らない人いる？あれ、前回話にいなかったよね、もう。任務は、7ターン耐え切るまたは敵の全滅です。では、7ターン前に敵を全滅させましょう。お、ちょっと神々だ。全滅しましょう。メアリちゃん、ちょっと俺個人的には、ちょっとメイド服のキャラにね、弱いっていうのもあるんだけど、ちょっと可愛い気がするなぁ。性能としては超低速の10、10、10か。猛反撃持ち。機械爆走、ザント、トウ、トラ、陸、海、全部いけるけど、一番得意そうなのは陸か。まあ、爆撃機だもんね。あ、そこで書いてあったんだけど、爆撃機として作られた鋼の止め。基本的に真面目でしっかり者。しかし、胸のリボンが溶けているなど、どこか抜けている部分。可愛らしいじゃん。これかな？メアリー。フォードフィッシュ、マーク3。失礼。なんかそれっぽい気もするんだけど、どうなんだろう。ハリケーンだし、あ、でも多分そうだね。で、エストさんはこれ海のキャラだね。あれ、機械放送、突撃。一番強いのは劇の方の海だね。226か。今回ちょっと辛いかもしれないな。これが相手では。ちなみに高速艦か。実感として作られた鋼の止め。寡黙で気難しそうな雰囲気を持つが、根はとても優しい。黙々と任務をこなす仕事人だが、仲間を助けに行く誠実さもあると。いい子。連合側だと、俺イギリスのキャラばっか使いたくなるんだけど、多分。アメリカのキャラも結構好きなキャラいるんだけどさ、ルネさんとか。さて、まあ、こっちの部隊としては、まあ、一応、金剛の戦艦も出してはいるんだけど、別にその辺は使わずに、まあ、いつもながらの昇華さん頼りで行きましょう。ちょっと昇華さんの起用率が高すぎる気もするんだけどね、俺自身。いやーでもね、これほんと強いんだよ。この人。化け物みたいに強いんだよ。やっぱり中央戦線に置きたくなるんだよ。まあ一応、外配備ぐらいで、加賀の護衛ぐらいな形で置いとこうか。足って言えば加賀の玉よけだね。さあ、高速艦にしたから行くかでも結構前出てこれるね。アキちゃんも頑張って前出てきてください。相手は空の方が多いからね、対空戦を仕掛けましょう。ああ、レイカちゃんは。レイカちゃんはいつも通りで。左に一隻給油艦回さないといかんの、これ。まあ、こんな感じでいいかな。さあ、終了。毎回ね、どれぐらいの角度の方がいいのかね、ちょっと悩んでるんだけど、あ、これぐらいのがちょっと面白いね。進んでくる感じが見えて。あ、エスト早いな、やっぱ高速艦だから。行くよ、幸運の象徴、雪風ちゃんにお任せあれ。まあ、昇華さんが殴るんですけどね。
じゃあ中央に爆撃かな。エアリーに打ち込むか。いや、こっちだよね。このハリケーンに打ち込んで、このハリケーンマーク3、マーク 2A にぶち込んで、まあ、周囲を根こそぎダメージ持っていこうか。いけろい。この程度であれば耐えられる。おお、いい感じ。中半ぐらいかな。なかなかやるのね。ハリケーンさん、勝破かな。もう一発いけば、壊滅まで持ち込めそうかな。ダメージ量的には200超えるよね、確かね。折り鶴の舞は。海相手だと217でしょ。落とし切るまで行くな。あ、別に落とし切るのは問題ないんだけど。なんかね、そればっかりでね、落とし切るとね、あんまり良くない気がするんだよね、俺個人としてね。もうちょっと消化3頼り以外で敵をちゃんと倒そうっていう。まあ、結局は撃ってるから、あれなんだけど、それはもちろん。いやー、でもこの範囲はちょっとずるいよな。強いもん。こっち撃って、ハリケーンをちょっと片付けようか。オッケー、一人やったね。もう二人残ったけど、まあ、その辺は、ご愛嬌ということにしとこうか。一撃必殺。命中悪いけど当てれればラッキー。こちらであります。当たった。当たればラッキー。外れたか。残りは多分届かないと思うんだよなぁ。雨宿りが届くかなどうかなぐらいだろ。左の敵がちょっと迫ってきてるっぽいんだよなぁ。この辺ちょっと、加賀だけでは辛いもんがある気がするんですが、感情戦闘気打ちって完全に、目標空だからなぁ。あぁ、顎カンパンがあるから、それでなんとかするか。アキちゃん、弓張りの月は、さて、短いからな。まだ届かんか。こっちも範囲攻撃持ちだからな。気持ち前でとくか。さあ、これでいこうか。それでは皆さん。フォーミダブルってどれだ。今左から来た戦艦か。なかなかやるであります。戦闘に支障はないであります。待って、強くない、その戦艦。え、どれだ？フォーミダブルって。ゼロ戦レイカ、出撃します。これか。あ、K14 艦と見間違えてる。こいつ違うんだ、見た目。これがあれか、もしかして S とか。世界初の装甲空母イラストリアスの姉妹艦。そうか、イラストリアスさんの姉妹艦ですか。主に地中海の任務に従事。またパンオフ回戦でビットリを損傷させる。そっか、そんな厄介なやつが嫌がるのか。チョカさん届くわ、あれ。チョカさんにはチョカさんで、目の前になんか、邪魔そうなのが何人か来てるから、それも相手してもらいたかったりもするんだけど、さすがチョカさん届きますね。ドン。はい、オッケー。なんか一匹、ついでに巻き込まれて死んだやつもいるけど、まあいいだろう。フォーミダブルどうする。あと187か。ハゴカンパンで殴れりゃいいダメージ量が出るんですが、ちょっといまいちだな。
エストもそこまで来てるからな。とりあえず、アキさんが落としやすいように、レイカちゃんにちょっと、ささっと。行きますよ。ささっと。こっちよ。当たって。ささっと。削ってもらって、アキさんが、弓張りの月。当たって。行きますよ。対空間ですからね。あ、違う、呼吸で、金剛が一回作る。金剛、あ、いや、今、雪風もいるんだけどな、だろうな。そうさ、なんだっけ、それ。え、AP 回復か。あ、だったらいけるかもしれないな。それよりも、こいつがやべえな、ハリケーンが。あ、ちょうど甘えの月が打てるな。あー、前の月だとちょっと足らないけど、打っとこうか、これ。あ、こいつ特殊装甲ついてんな。こいつさては特殊装甲持ちだな。見てなかったわ、そこまで。特殊系装甲持ちか。特殊系装甲持ちだと、アガーの AP 消費30だったらこれでいけるんじゃない。聞いたことこんな感じかな。感情戦闘級打ちで当ててやる。こっちよ。落としきる。避けれました。うてうてい。聞いたことないなさい。よし、オッケー。あれーさ、体が動かない。で、問題はあのフォームダブルだな、本当に。雨宿り、いやーもう、消化さない。あー、そっか、金剛、AP 回復できるから、金剛が頑張るか。そうだね、2発撃てば倒せるもんね。一撃スタート。こちらであります。はい、オッケー。連続コード入れて、AP 戻すでしょ。こいつどうしようかな。なんかちょっと近場まで来てて嫌なんだけど、そこにいられるの。行き方がちょっと場所悪かったなぁ、俺の配置が。ひとかさんが折り鶴の舞で、ここかもしくは、エストを撃沈させるか。いやーでもなぁ、ひとかさんでエスト撃沈したくないんだよなぁ。やるなぁ。メアリーやるなぁ。今のを避けられるとはちょっと思ってなかったぞ。狙ってはなかったけど、ちゃんと。打ち合う。エストを撃沈までならいけそうな気がするけど、確か負けず嫌いかなんかだったよね、エスト。負けず嫌いって、回避が上がるんだっけ。エスト落とすか、本郷が。これでは嫌な視線を集めてしまうことに。おー、なんか下は完全に破れてそうですね。悪くないです。こちらであります。2つ、はい、オッケー。損傷が激しい、離脱する。で、3ターン目か。これで終了にしましょう。もうちょい敵が近づいてきたら任務遂行します。砲が飛んできて、なかなかやるであります。紐のが汚れてしまったであります。あれ、さっき大半まで行ったからか。回避します。危なかった。残光灯レシ。まだ終わってない。はい、オッケー。回避します。危なかった。ここまであのレイカさんで起こす意味が全くないんで。いくよ。幸運の象徴雪風ちゃんにお任せあれ。幸運の象徴雪風ちゃんね、どうしようか。あ、メアリーだったら当てれるかもしれないね。そのメアリーを回避があるから、回避を削りたいね、一旦ね。ということで、その回避を削るのは、加賀さんの役目ということで、
微妙に飛ぶ気なんで。ちょっと待って。斜め見にして、こっちに変えようか。ここだね。多分これなら当たると思う。2発撃てるし、まあこれでいいでしょう。これでメアリーに打ち込んで、OKOK。痛みではありません。あら、いいカット。いいな、メアリーさん、かわいい。メアリーさんいいな、ちょっと使いたいな。ショッカさんさ、オリズルの前でさ、後ろの方ドカンと一発、派手にいっとかない？この辺。ドーン。あ、やっぱ倒し、戦闘に支障をきたしてしまう。あら、しっかりと。ヒロですか。悪くない。さあ、これで、それはいいとして。ニャーリーさんのあれがいいのはいいとして。雨宿りで、なんとか倒しきりたいな。よし、優秀。やってしまいました。すみません。まあ、ショッカさんのレベルがもう20だから、ショッカさんはもう、ここでおとなしくしといてください。できたら加賀さんで倒したいんだけど、加賀さんの能力ではちょっと無理が。あー、いや、いけるな、AP ってこれ自分、対象自分、範囲。あー、対象自分だけか。そうか。だったら、これ、加賀に使えないんだもんね。あ、でもこれ、一撃必殺撃って、加賀がこれで戦闘機打ちでさ、落とせるんじゃない？おーし、優秀、落とせる。さすが加賀さん、言うだけのことはある。ずっと鳴ってる。うるさいんだけど。うおーってずーっとなったっけ。まあ、ちょっとびっくりしたもん、逆に。ここに動いて、アキちゃんが一石落とします。そこです。別にもう一旦あるから3終了する？回復はしてもらっても構わんけど。さあ、いざ尋常に勝負す、当たって。ドーン。はい、もう一発。はい、オッケー。いやー、さすがにこんだけいると強いね。海上戦もね。ちょっと怖いのいたね。ちゃんと敵のモブ見ないとダメだね。今回、いつもね、ある程度見てる時はあるんだけど、今回全く見なかったからな。いかんいかん。ほい。エストさんですね。謎の光がありますね。何の光でしょうね、それ。開いてるはずなんだけどね、そこ光いりますかね。多分違うんだろうけどね、その光は。メアリーの号令のもと、イギリス軍の航空機部隊により猛攻が始まった。数に勝るイギリス軍は、レイカたちに対して次々と波状攻撃を仕掛けてくる。敵の数が、多すぎます。勝ちましたけども。つべこべ言わず弾幕を張りなさい。一気でも多く落とすのよ。キリがありませんわ。みんな持ちこたえて、必ず活路はあるはずよ。そうは言ってもこのままじゃこっちが自利品だよ。ごめん、いたんだね、セバナナちゃん。忘れたわ、俺も。地中に活を見出すのであります。断じて行えば騎士もこれを策と言うであります。おう、それ結構無茶ぶりだよ。南西の方角、あらけが。人権の一翼になって奮戦していたトネが悲鳴に近い声を上げる。そんな、まだ増援がいたの？不活でした。そちらの方角には偵察機を飛ばしてませんでしたもの。後で押さえていたレイカたちは、増援の登場でさらに劣勢に追い込まれていく。どうすんのさ、これ以上は無
あ、本当に増援だったの敵の。ここはやはり損害を覚悟で無理やり突破するしか。しかしそれでは敵に無防備な背中を晒すことになるであります。これだけの数を自在に動かせるのは敵の鋼の乙女が指揮をしているから。せめてあの二人のうちどっちかでも倒せたら。ああ、どうなるんでしょう。でもこんな状態では反撃の糸口すらありませんわ。そんなことは分かってるわ。それをどうにかするのがあなたたちの役目でしょ。そんなこと言い合ってるうちにもイギリス軍の攻撃は続き、運悪くトネが資金弾を食らってしまう。あら、トネちゃん、トネさん大丈夫ですか。まだ大丈夫、そう簡単に沈みはしないけど。顔見れるの。片腕を押さえて表情を歪めるトネは苦しそうに息を吐いた。トネちゃん怪我を。おやおや、陣形が崩れましたね。じゃあ一気にとどめといきますか。好奇と見たハリケーンが両機を連れて突撃してくる。対空砲火、あの敵に集中してトネちゃんに近づけさせないで。了解であります。だが近づいたハリケーンは容易に止められるものではない。ああ、勢いづいただった、失礼。やすやすと砲火をこぐり抜け、名前通り暴風となったハリケーンが傷ついた骨に迫る。一寸先の逃れられぬ運命を想像し、思わずレイカが目をつぶった。その時、一体誰ですか。はい、突如戦場に飛び込んできた数が手に持った武器で横合いからハリケーンを殴りつけた。捨てばされるハリケーンに目もくれず、返す刀で両機を投げ払う乱入者。それが操る艦載機が瞬く間にイギリス軍機を蹴散らしていく。あなたはカガさん。あら、カガさん、ここで登場ですか。すまない、造営のための出動を上に掛け合っていて遅れてしまった。カガさん、来てくれたんですね。私もうダメかと。瞳に涙をにじませるレイカに対し、香川はわずかに口元を緩めると再び表情を引き締めた。しっかりしろレイカ、気を緩めるにはまだ早い。ここから一気に押し返すぞ。はい。トネ、怪我の具合はどうだ。ダメコンには成功したわ。まだまだやれるんだから。ダメージコンティニューでいいのか、この場合。その息だ。みんな行くぞ。イギリス軍に一泡吹かせてやる。ハリーさん、大丈夫ですか。ああ、どうなりますか。派手にやられてしまいました。これで撤退するです。仕方ありません、行ってください。あとは私が何とかしましょう。え、エストさんは。お願い。え、エストさんいるんじゃないの。いないの、あの人。はい、戦闘ランク A。メタルコアゲット。あ、メタルコアいいね。いらないかな。うん。あ、もう一回あるんだね。はい、セイロン島一回戦第2戦の開幕ですね。多分、レイカとカガですね。じゃあ、今回はこれを編成をして終わりにしようか。またね。どうしようかな。カスタマイズのポイントがいくつあるかだな。さっきそこそこ敵倒したんじゃない俺。あ、290もあるね。いいね。だったらこれを乙女にちょっと入れさせてもらって、次回かな。もう一回回したいね。このターンではちょっと辛いもんがあるな。むしろ雪風をね、もう一回出そうと思ってるんだ。で、雪風の射程の強化をしよう。雨宿りしかない上に、ちょっと距離が足らないわ、こいつ。で、レイカに回したいんだけど、レイカのポイントだと一番安そうなので50使うか。
フル強化だったらまあリーダー強化もとかもしてくんだけど、ここはレイカちゃんなしかな。毎回強化はしたはずなんだけど、出撃だけど、さっきと一緒でいいよ、いいんだけどな。超過さん休ませて逆に長と出る勝てるかどうかは怪しいラインになっちゃうんだけど、さっきの敵がそのままいると、あの怪しいやちょっとヤバそうなやつが一人だけいたから、長と出して金剛と雪風と、あと秋ちゃんかな。秋ちゃんにするか、イコとかでもいい気もするけど、カガーがいるからなあ。ビスマルクパフェは使わないんですよ。あ、そこそこだな。強いのは強いけど、確かに。ヤマト。前回も悩んでんだよな、だいぶ。あ、イチコがいるな。イチコさん出る？あ、でも強化ポイントがそんなにはないんだよな。加賀の強化もしたいしな。だったら秋か翔かだな。戦況優位に進めるんなら翔かさん一択なんだけど、もちろん。あ、秋でいいか。秋ちゃん HP 多いね、350って。思ったよりよかった。で、また両艦には、回復用の給油艦と、レベル的には誰が高い？秋と金剛かな。じゃあ金剛にまた金剛引っ付けて、これは完全にネタですね。本来なら、レイカが多分金剛引きいるべきだし。よし、これで OK。カスタマイズは、長門にしようか。長門の射程を伸ばそう。超高速の上で射程を上げて、久しぶりの出撃だけどね。前回どっかの、あれだね、チトとチハが初参戦のところで、陸地で出したんだね、前回はね。あと、加賀さんの射程も上げたいな。前回のことから見るに、射程さえあれば、この人もうちょっとどうにかなるはずだ。で、金剛、かなぁ。いや、秋だな。秋の方にしよう。秋の方で射程を上げる。なんか今回射程しか上げてない気もするけど、これで OK。よし。では、今回ここまでにしましょう。次回、敵、空6、海6だから、さっき、空7、海6だったね。だから、ハリケーンだけいなくなったのかな。まあ、さっきのままだった場合、左側から来る、空母にちょっと、要注意だね。できたら近づかれる前に焼き払いたいとこだけど、ダメージ数200超えてたからね、ちょっと危ういな、あいつ。まあ、そんなところかな。では、また次回楽しみにしていきましょう。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。